ブトミル文化は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、サラエボ郊外のイリジャシ・ブトミルの近くで見つかった、新石器時代の文化である。独特の陶磁器によって特徴づけられ、紀元前2600年から紀元前2400年頃のヨーロッパの文化としては、最も調査が進んだ部類のものである。ブトミル文化は1893年、オーストリア・ハンガリー帝国の統治当局がこの地に、 サラエボ大学の農学部の施設を築こうとした際に発見された。すぐに発掘作業が始められ、1896年まで続いた。この地での考古学的発見には世界からの関心が集まった。このことは1984年8月にサラエボで国際考古学人類学会議が開かれる大きな理由ともなった。最もインパクトのある発見は、 独特の陶磁器であり、それらは現在では、ボスニア・ヘルツェゴビナ国立博物館に収蔵されている、ブトミル文化を特徴づける河原家のデザインは、ブトミル文化が、クレタ島で発達したミノア文明と関連がある可能性を示唆している。しかし、これは、イリオスがネレトバ側の渓谷にあった可能性が、提唱されていた時代の説であり、現代では、ブトミル文化は、 サラエボ地域を中心として独立した独自の文化であるという説が一般的である。典型的なブトミルのツボブトミル文化は青銅器時代にと絶いており、イリュリア人によって征服されたものと考えられている。その後、この地域を支配したイリュリア人の部族はディーシテイツと呼ばれている。ありがとうございます。